ヨエミヤの貫突効果はスポンポンになると聞きました。した方がいいんですか。あ、そうですね、ヨエミヤは貫突するとなんか服がはだけてスポンポンになるんで、まあ、ちょっとなんか貫突した方がいいかもね。なに何だよお前は。なわけねえだろ。タルタリア魔王武装モード実装まだですか。いや、あり得ると思うんだよな。スネージナやジャガンっていうやつがあるし、まあ、タルタリアって神の目の腰につけてる神の目と、ジャガンってどこにあるんだ、まあ、なんかジャガンっていうもう一つの神の目があるけど、まああっち神、なんかジャガンの方が雷元素で、まあ、二つの元素使えるし、まあ、スネージナやまで行ったらなんかね、ジャガンスキルみたいな感じで副元素みたいな、まあ、パズドラにもあるじゃん、なんか自分の属性でもって副属性みたいな感じで、だからスネージナヤまで行ったらね、副属性とか解禁されて面白そうだけどな。だからレザーは雷元素キャラで、副属性、まあ、ジャガンが氷元素で、まあ、何自分一人で単独で超電導とか起こせるとかだったら熱いけど、まあ、だいぶ先だろうなどうなんだろうね。でもなんかちょっとずつさ、原神ってさ要素解禁してくると思うよ。今ってキャラレベル上限90レベルだけど、おかしいじゃん、90ってキリが悪いし、命の星座3突5突効果とかさ、最大レベル15までって書いてあるから、まあ、本来レベル15までね、テンプレベルって上げられるはずなのに、まあ、現状王冠使ってテンプレベル13がマックスで、まあ、テンプレベル15まで本来いけるはずなのに上げられないしさ、なんか、まあ、キャラクターの成長の幅はまだ残ってるんだよな、原神。いやもう90レベルまで上げるのにリソースめっちゃつぎ込まされるけど、100レベルまで上がりそうな雰囲気ある。正直。うん。あります、あります。ありますね。で、まあ、草元素の解禁もあるし、あ、原神これからもっともっといろんな要素が追加されていくと思うから、楽しみだよね。そのダメージ出していくっていう。ちょっとなんか、アタッカー、まあ、ダメージどうやって出すか系の人だけど、私は。うん。ちょっと嬉しい。衣装もっと出てほしいわ。ああ確かにね、新衣装の更新ペース遅いよな。まあそれはね、わからないでもない。1.6 の金銀後軍刀と 2.4 の怪盗祭かな。ちょっと長いな。5バージョンだからまあ6ヶ月、半年 ?7 ヶ月、半年か7、8ヶ月に新衣装2人はちょっと渋いよね。わかるね。螺旋13層来る？いや多分螺旋13層は来ない。何？プレイヤーに渡す報酬が増えてっちゃうから、まあ、螺旋13層出てきてくれたら最高だけど、まあ、できれば14層とかまで出てね、上層、中層、下層で4人、4人、4人、12人編成してくださいとかいうクッソむずいコンデンスとか来てくれたら、まあ、私目線では嬉しいけど、まあ、配る報酬の数も増えるしな。まあ、普通に13層とかは出さないで、今の8層から12層の難易度がゆっくり引き上げられていくんじゃないかな。樹脂増やしてほしい。ああ、で、昔に比べたら樹脂の上限も160になったし、で、しかもあれだぜ、バトルパスでも樹脂くれるようになったから、まあまあ贅沢言わないのよ。イェランは突るぞ。貫突するとは言ってないけど、強い星座があれば、イェランは絶対突る。現地、取りました。もう引っ込められませんよ。もう見た目が好きだ。うん。イェラン貫突が強い。それまで星座は微妙とかだったら泣くけど、まあまあまあ。Excuse me.